はい、お前に会う時は嫌な話ばっかりやな。また実習生が飛びました。ああ、どこ一失踪者だと思って飛んだ理由がわからんけど、なんだと思う。そいつらがフェイスブックとかって繋がっとるもんね。ジュワーっとした感じわかるかな、これ。ジュワーっとした感じ、ジュワーっとした感じね、これ。神秘的なことでしょ。それ以上言ったらと言ってるんです。お前もその何、ね、それ以上言ったらと言ってるで、一回事故って全身バラバラになってやばー。3ヶ月ぐらいその他。はい、いいですか。いい、お疲れ様です。はい、お前に会う時は嫌な話ばっかりやな。僕もしたくないです視聴者の皆さん、本日はい大発表、まあサムネ使われてるかどこまでサムネが取り始めたのかなんですけど、びっくりするよ。なまた実習生が飛びました。実習生が飛んだ、うん、おー、飛んだんですか。休みとかじゃなくて、いやもう4日間ぐらい連絡取れんですけど、まあ、ほぼほぼもうこれが公開されてるってことはもう飛んでるっていうことですよ。これうち失踪者何人だ。何人ですか。やば、ほら2とか1失踪者が出てる。いやだけどこれあのまたここっつったらあれですけど、まあ、今俺組合さんともいろいろ喋って、はい、いろいろも聞いてるけど、すごい満足度高い、こっちの職人さんはな。特に塗装に関しては足場はちょっと地獄モードなもんで、あのブーブー行ったり揉めたりしようじゃん、動画になってるじゃん。ベトナム人たちがね。そうそう、でも塗装っていうのは本当にもうお任せ施工っていうか、ようできるから仕事ね、うん、向こうでもやっとるから。ただ今実習生っていうのが今8万人か9万人ベトナムが取って、うん、そいつらがフェイスブックとかっていうか繋がっとるので、うん、こっちが儲かる儲かるってめちゃくちゃ情報やりてるでしょ。違う会社の人たちと、じゃあほんで飛んだら、結局俺がモーグリでやっとったら1万5000円払うでおいでって、組合費払わんでいいじゃん、うん、でしかも1年とかでポイって捨てれるじゃん。忙しい時だけ使えばいいもんで、いちごこっちで言ったら1号以上かかっとんだ経費って。実際にそいつらが1万2000円3000円とかしかもらってないかもしれないけど、組合にも払わなあかんし、飛行機代とかも全部出し上げなあかんし、業務用意し上げなあかんし、だけどあいつらもバカなもんで、もう額面上のことだけね。であいつらって5年経ったらまた特定技能とかいろんなこと切り替えれるんだけど、あの、その詳しい話は、さんが毎週水曜日、うちも七色パートナーになってましたけど、わかんないです。まあ、組合事業と特定技能事業を今やっとるんで、で、まあ、うちの本当に優秀なさんが、先生名前出しちゃダメなんじゃないの？だから、そのおばはんが。ボスでしょ。ボスが。あの、理事長やってくれとるもんで、理事か。理事。理事やってくれとるもんで、第3土曜日。第3土曜日にやってますから、そっち見てほしいんですけど、今実習生がね、ベトナムがね、やっぱそういう情報交換して、まあ、満足度が高いし、俺だってその本当に飛ぶ前日ぐらいに連絡取ってなんか駆除を買ってほしいって、足場全員語ったんだから、ベトナム人な、ね。持ってるやつはバッテリー買ったりみたいな感じで、で飛んだ理由がわからんけど、そうですね、なんだと思う。まあいろいろさっき聞いたけど、まあ仕事が薄いっていうのが一番かなって思います。劇保証してるじゃん。ああ、だってラッキーじゃん。美味しい話が来たのね。フェイスブックすごいね。お前で登場するとき悪い話ばっかじゃねえか。はい、いい話ないです。あ、そうな。今いくつだ？今二十歳です。うん。めちゃくちゃ働く。お前と同期ですよ。そうです。一個下。一個下ですね。で、まあうちのあれはまあこれ久々の登場だもんね。説明すると、基本うちの職人さんって今塗装が15人から20人ぐらい職人さんおるんだけど。まあ、それみんな一人か二人一組で責任施工なわけ、はいはい、一件いくらでやってくださいみたいな金額決めて、うん、でこの金額でやりなさいみたいな予算でやりなさいっていう決まっとるわけよ。で請負いみたいな言葉も言うよね。だけどもう基本うちの職人さんってもうだね、あの職人の方が営業よりも古いぐらいもう十何年選手ばっかなわけよ。だけど半分は日給月給の人を育てるっていう意味で何人か8人おったんだけど、はい、まあこれが質が悪かった、本当俺は。まあいいやつばっかなんだけど、やっぱ1日いくらの保証されとると全然違うだろ。まあまあ変わってくると思います。で今こいつだけは責任者でそこからデビューしたわけよ。その代わりまだまだ見習いなもんで、海軍とか助けてもらいながら、いろんな人に助けてもらいながら、早1年終えて、うん、うわしっかりやっとるな、どうだって金残っとるかって言ったら、今日そうか、うれしそう。俺も儲かっとるなーって。こいつが儲かるよ、俺も儲かるよ。確かにね。
そうです、まあ、俺がって言ったらまた視聴者に叩かれちゃうけど会社が儲かるじゃん、はい、みんなが一生懸命やって段取りよくやる、もう本当に偉いよ。でもうわそうですね、めちゃくちゃ偉いよな段取りしながらし、はい、雨の日でもたった1時間でもいいでこれやっといたら明日違うでとか、この雨の日に洗浄だけやっとこうとか、それは何で言ったら月の現場の工程もあるもん で、うん、でこれ遅れちゃうとパーン飛ばされちゃうわけ、間に合わんからもう予測入れちゃうわっていうとパーン開いちゃったりするわけよな、もうちょっとありましたあるよな、ありますで、そこはもう1年間本当に痛いだろ、寝れんだろ最初の方で寝れんだろそこに行くわけないですよそこは寝れるんかいって寝れるんかいってどこが一番大変、いやそんな考えることが増えたっすね、うん、ああまあそうだよな、頭はめっちゃ使います。そうでもお前陰性たまにちょっと調子の対陰性上げとるやん、はい、どうもなんか釣るとなんか変な成人式か、いやインスタはいいじゃないですか確かにプライベートだしね俺チェックしろ最悪フォロー外したらミューだったら俺がフォローしたらフォロー外す、うん、どういうこと、外せるのそっちから外せるなんならブロックしたら出てこんからお互いに出てこんこいつやぞ多分今日帰ったらやってました嘘ブロックだから調べたとしても出てこない、何が一番大変って言った聞いた、結局俺自分の話しちゃったまあ考えることが、うん、何を例えば何を考えるそのまあやり方一つで、そう仕事のあやっとってもはい、その どうやったら効率がいいかなとか、ああそうだな、明日材料まだこんなとか何かいろいろあるんです、あ例えば材料の上塗りきてないもんで、そうこっちから先にもやっていこうかなとか、はい、あ本当は屋根が本当はなんかセオリーはセオリーであるよね、屋根あってサビ入れて屋根あって壁あってだけど、まあ、そのセオリー通りは現場だけ動けんわな、あなるほどな、うわなのに、まあ、実習生使って2人で取ったのにくじいたな、そこもまた勉強ですよ、人の使い方も、こんなやつも使わないんだからそうですね、大変です、大変だよ俺車もきれいにしとるしな、これ1個取っても給料でやってる時は汚かったよ、会社の車代っていう、だって俺ももう悩みの種減ったもん、もう塗装の職人だけで50人100人ぐらい日給月給の使っとるけど、結局振り返ったらもう十何年残ってくれてる人たちがみんなね責任成功の人たちばっかだから、今ちょっとじゃあちょっと久々にお前の声来たし現場見てみようか、はい、あお、さりげなくハゲと両方持ちながらやっとるかよ、お前昔じゃ考えられんな、 YouTube ではね、まあ先輩たちが何回もその動画上げてくれたけど、そんなもんどうでもいいわ、あの持ちやっとったのだってお前らだってハケ組とローラ組で分かれてたもんな、そうそう現場行くとな、かったっすね、僕ハケ組で何々ローラ行ってくださいとか言って、ガチ怖い、はガチ怖い怖い、今下見たらマジで大したやん、お前出足はいいとこやんけお前、え何々乗ってとってこい、無理でしょう。そんな滑り落ちるよ。それは職人はほら当たり前でやっとるんだな。いやすごいね、本当にすごいと思う。これシーラー塗るコツは？コツですか？うん。無理です。ああそうだな。吸わせる感じ。なんで？屋根がいっぱい吸っちゃうんで。うん。もう薄いとなんか全然意味がない。うん、あこれ一発入れたの？こっちははい入ってます。うん、結構シャブシャブに塗る。こういうところとかも状態すぐ吸っちゃうんで、あもう変わる、ここたっぷり塗ってるんですけど、うん、これだけたっぷり塗っても、はい、これでも結構パーフェクトシーラーってこれ結構高いな、ニッペのファインパーフェクトシーベスト、そうです、うん、うちはあえてこのニッペのこれ使っとるんだな、これが一番ツヤ出しとか全部いいんだよ、密着もめちゃくちゃいいらしいな、うん、結局何使っとるかよりもどれだけちゃんと塗っとるかの大事なんだよね、結構お客さんって何塗っとるとかそういうのを意識するけど、こんなんだってシャブく塗れや、手がシャブく塗れるだろう、まあ、伸ばせば何もでも塗れちゃうな、はい、手間も楽だしな、そうです、薄く塗れやもうささーで走れるしな、ジュワーっとした感じで分かるかな、これジュワーっとした感じ、ジュワーっとした感じ、ジュワーっとした感じね、これジュワーっとした、ダメな例はどんな感じですか、パサーっとした、パサーちょっとダメな例やってや、ダメな例、ちょっと、うん、少ない材料でこんなだいぶ違いますもんね、上と下で、うん、いやこんな薄く塗らんでしょって言うけど、いやこれだけでじゃあ同じ手間だけど、うん、
今じゃあ相手これ薄く塗ったらあれだけど、レンちゃんジョボジョボにつけてポンってやるんだけど、ポン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 ってまず膜張りしてさ、はいはい、吸っとるわけじゃん、うんうん、トントントンってやればさ、もうこれ2枚ずつぐらい同時に塗ってってもさ、もういいよね、吸っとるから。でこれは結構引っ張っていけるわけじゃん。こういうのもさ、こんなもなんぼでもこんな引っ張ろうとかさ、こうなんぼでも引っ張っていけるわけじゃん、ここはもうなんぼでも引っ張っていけるじゃん。確かに一応分かる、分かりますよ。確かにもうこの今の段階でもだいぶ違うもんね、そこ真ん中。もう変わってきてるから、うん、もうだってこっちの方が後に塗ったらもう変わってきてるよね。でこれってじゃあ材料の分量どれだけ違うのって言ったら3分の1しか塗ってないじゃん。うん、だからもう乾ききったりするあれ塗れちゃうもんな。確かに、ね、これなんかもう全然もういろいろ押し付けてないもんね、糸ってさ全然ローラー押し付けてないじゃん。もうコロコロ出る分だけ、うわっさーって、うわっさーって、ドナレみたいに出る分だけ。どんな感じ？ラファー、ラファーって、もうビアー状態よ、ビアー状態よ。はじわじわー入って、女性の、な、女性のあれみたいな。使えんくなってくるって。女性のあれってのは大丈夫、神秘的なことですよ。いや、いいんですけど、それ以上言ったら。神秘的なことですよ。いや、それ以上言ったらと言ってるんです。お前のその何、それ以上言ったらと言ってるんです。一番効率がいいのは3人1組、2現場同時に動きながら、ね、見習いが1人おるっていうのが一番いい形だから、うん、まあ、なので、一つは募集してみようって言ったけど、まあ、こいつまだ若い、21?20 歳?あ、今、まだ20歳。まだ20歳。が、まあでも、何歳 ?16 から来てるかな ?16 から入る。あ、アルバイト。しかも、テレコンじゃん。高校定時制行きながら働いたの。すごい。仕事終わって学校みたいな感じで。で、一回事故って全身バラバラになって。やば。3ヶ月ぐらいその他。全身骨折だろ。1ヶ月入院です。1ヶ月入院だよ。何で入院なんですか？じゃあどうなって、何で事故ったんですか？バイクで事故って。やば。1ヶ月入院ってことは全身バラバラだろ。全身バラバラじゃない。あ、もう骨折何箇所？歩きはしなかったっす。骨折何箇所したの？2箇所です。どこどこどこ？手首と足ですね。いやうわ、そんなやつがもうね、一生懸命頑張ってここまで成長して、はい、まあ、ちょこっとね、まあ、稼げてますと、はい、何やって言えるのあれはいいけど、まあ、ほんで一人、ね、ベテラン職員がいいんじゃない、年上でも。あ、はい、で、お前はまあ段取りとか、まあね、塗り替え道場から、まあ、河合君とか絶対的なその河合ボスっていうのって塗り替え道場の総責任者じゃないわ、うんうん、営業のトップの人間だから。そうですね、職人のトップと営業のトップって言って、河合君は今トップやってるから、まあ、そこにすごいまた可愛がられて、ね、手塩にかけて育ててもらってるから、はい、まあ、まあ言い方悪いけど、いい現場とかいい物件が取れるとかな、うん、まあ、逆にいいように使われてるか、いいように使われてる河合さんにね、河合ボスにな、ぜひね、あの会社の方に問い合わせてくれたら、はい、まあ、もしあなたは会社で社外保障とか全部して、まあ、若い人みたいな感じのちょっと段取り、ちょっと変則的ですけど、会社の社員だけど、塗り替え当初の社員だけど青木の和外資みたいな、うん、でそれも責任施工でいいんじゃない、まあ、今従業員でやってるけどちょっと責任施工に興味あるっていう人は、はい、まあ、一緒にね成長していくっていうつもりで来てくれて、うん、だからうちはまあ本当にそういうもう民間一般の方が多いから、もう挨拶できないとか、もう身だしなみが悪いとか、もう朝タラタラやってるとか、まあ、そういうやつはもう絶対いれんから、はい、しっかりした子、まあ、そこは逆にしっかりしてりゃ少々仕事できんとか、少々やんちゃでもね、人を大事にするような人だったらいいのかなと思いますので、ぜひ興味あったら、問い合わせしてください。はい。はい。はい、こんな感じです。はい。今日はまた実習生が飛んでね、ちょっと叩かれそうな動画にもなってますけど、まだ本当に会社がまあ生き物なんで、いい時もあれば悪い時もあると思いますので、またね、こういう4年前じゃ、会社のお荷物しかなかった子たちが成長してね、まあ、そういう子もまあ動画に出る子いっぱいいます。ぜひまたチャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。 あと組合事業でさっきもちらっと言ったんですけど、組合のことをやってますんで、はい、第3水曜日にセミナー、はい、そういう、まあ、参加するといろいろ情報もあるんで、ぜひ登録して参加してみてください、はい、でまあ、実際に組合事業、組合実習生紹介してほしいとか、特定技能に切り替えたいとか、特定技能として5年間やった人を入れたいっていう人も問い合わせしていただければ、こちらで対応しますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。せーの、まだ見てね、帰ってきてね帰ってこいよいいですか、ピー帰ってこいよ
まあ、しょうがないことは悪いことだけど、まあ、あれは本当にうちだけだっていうことじゃないしな、最近は。もう知り合いのところ もう流行りみたいなところ。あ、そう、うん、ちょっとだけもう、うちも実習生ベトナム切り替えて、他の国にも考えてからな。で、今おる子たちがかわいそうだな、違う国にずっと混ざっちゃう乗っちゃうような曲でなんでこの間抜けな音なんだチャンネル登録お願いします。